はい、日本一早い格闘ニュースのお時間です。まず最初は堀口恭司選手12月緊急参戦についてです。堀口恭司選手のセコンドであるマイク・ブラウン選手のツイッターで、堀口選手が12月に大きなことが起こるとツイートしていました。おそらくベラトールでセルジオ・ペティス選手と戦うのではないでしょうか。久しぶりに真の格闘家堀口恭司選手の戦いが見れます。ちなみに井上尚弥選手はゴング格闘技のインタビューで、堀口選手に勝てる確率を 70% と予想していました。尚弥 70% ですが、早く2人の試合が見てみたいものです。ちなみに朝倉のカイピョンのパンチについては当たるはずがないと一蹴していました。次のニュースです。ライジン32、浩二参戦決定。浩二選手はライジンにおいて0勝3敗1頭突き1フルーツサンドとシャレにならない勝敗結果です。このままでは商品価値がないので、次は確実に勝たせる試合が必要となっています。そこで考えついたのがライジン32沖縄大会での選手募集です。なんと沖縄限定のキックボクサーに1ヶ月前に声を上げてもらうそうです。その中からできるだけ勝つ可能性が高い選手を選ぶでしょう。おそらく沖縄のレジェンド中のレジェンド、具志堅用高さんが選ばれるのではないでしょうか。浩二選手の得意技頭突きも具志堅選手のアフロで防げるので、具志堅選手がもちろん勝ちます。次に朝倉未来、自分の適当な発言を認めるについてです。朝倉の兄貴がなんと自分の適当さを認める行為がありました。サブチャンネルとして YouTube を立ち上げました。そのタイトル名は適当な朝倉未来というわけのわからないものです。アップしている動画はフェラーリでレインボーブリッジを走るという恥ずかしい成金の慣れの果ての姿を見せつけていました。早く織田裕二さんに告げ口し、レインボーブリッジを封鎖してほしいものです。次のニュースです。オギチャンネル快挙達成。オギチャンネルは YouTube をはじめ300本以上の動画を投稿したそうです。そこで今回人気動画ランキングを発表するということで、視聴者から人気のあったものについて投票してもらうそうです。おそらく格闘家で一番自己プロデュースを頑張っているのがオギチャンネルです。ここまでの投稿数は類を見ないでしょう。その中で快挙というのがライジン28、ライジン30とオギチャンネルは試合をしましたが、どちらの試合とも YouTube 再生数が最下位でした。ここまで自己プロデュースをした上に最下位というのは、誰にも真似ができないファンゼロ人説ファイターを堅くなに守っているオギチャンネルの快挙です。以上となります。それではさよなら、さよなら、さよなら。